ございまして、ただいまより参戦記者会見を開催いたします。まずはじめに、プロモーションビデオをご覧いただきます。最後に日本三石油株式会社
執行役員上田達也でございます。皆様、新たに誕生いたしましたチームキムナススノコは、このメンバーで2011年全日本選手権フォーミュラ日本を戦ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それではチームを代表いたしまして、土屋武史監督よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。正直すごく、気持ちが高ぶっています。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。この度、チームキムナススノコの監督に就任しました土屋武史です。まずこのような大役を、オファーしてくださったキムナス様、スノコ様、本当にありがとうございます。感謝しております。僕が現役時代、走っていた際も、皆様にはスポンサードしていただき、またこのような機会を与えてくださって、すごく応援を感じますし、本当にこう、自分の、役割というか、何ができるんだろうというそういう不安もありますけども、とにかく、自分のできる限りを尽くして、監督という、立場で頑張っていきたいなと思っています。まず僕が監督として、呼ばれたということですが、皆様のご期待に応えるためにはもう優勝という、ただその一つのためだけに向かっていくことだと思っています。本当ただシンプルに毎戦、勝つことだけに、その目標のためにしっかりと準備をして、でそのために努力を、していきたいと思います。監督としては、1年目になりますけども、それを言い訳にするつもりは全くありません。ドライバーの石浦君、にしても、実力ありますし、新生チームですが、僕が現役時代一緒に戦っていた仲間を、揃えました。ここにいる、エンジニアの中村、チーフメカニックの森内は僕が現役時代本当にポールポジションを何回も取った時代の、仲間でございます。ここで優勝したというのは言えないのがちょっと残念なところなんですが、それを、今年のドライバー石浦君に、託しまして、僕としても日本一への挑戦というのをまた新たに、できることにすごく喜びを感じていますし、それを達成することは皆様への恩返しだと思っております。とにかく新生チームですが、新生チームらしくですね、ガンガン、いきたいと思いますので、皆様のご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでその、僕たちを引っ張っていってくれる、ドライバーの石浦選手に、挨拶をさせたいと思います。お願いします。はい、皆さんこんにちは。2011年、チームキグナススノコのドライバーを務めさせていただきます、レーシングドライバーの石浦博明です。キグナス様、スノコ様と、一緒にフォーミュラ日本に参戦してさせていただいて、今年で4年目になるんですが、今年はチームとして、チームキグナススノコが発足し、そのドライバーに選んでいただいたということで、大変嬉しく思っています。これまでの3年間は、表彰台はあったんですが、残念ながら優勝を、成し遂げることができなくて、自分としては、非常に悔しい思いをしてきました。今年は何としても優勝にこだわって、チーム発足1年目ですが、絶対に優勝を成し遂げたいと思っています。そして、土屋武史監督は、僕がレーシングスクール時代の、先生でもありますし、GT ではペアを組まして戦わせていただいたこともありました。その土屋監督が来ていただいて、僕にとってはすごくレースのしやすい環境を整えてくれたと思いますので、そういう意味でチームにすごく感謝しています。今年は何としても1勝だけではなく2勝3勝としてチャンピオン争いに加われるように全力で頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。石浦選手ありがとうございました。それではここで2010年キムナス石油と日本産石油がサーキットの場において展開してまいりました活動についてご報告をさせていただきます。キムナス石油と日本産石油は9
車に関連する製品を扱う企業といたしまして、次世代を担う子どもたちにモータースポーツを通して車の魅力を発信したいとの思いから、上部団体である株式会社日本レースプロモーション様のご協力をいただき、障害を持つお子さんをサーキットへ招待する活動、そしてチャリティーオークションで得た収益金をボランティア団体に寄付する活動などを展開してまいりました。2011年につきましてもこのような次世代を担う子どもたちに焦点を当てた取り組みを続けてまいります。今シーズンも皆様からの心強いご支援ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。ここで2011年キグナスサーキットレディと2011年スノコイメージガールに登場していただきましょう。それではどうぞ。ご紹介いたします。キングスサーキットレディの永瀬小真さんとスノコイメージガールの大山美穂さんです。それではお一人ずつご挨拶をお願いいたします。2011年キングスサーキットレディを務めさせていただきます永瀬小真です。昨年に引き続き今年も大好きなキグナス級のお仕事に携わることができ大変嬉しく思っております。昨年1年間キグナスサーキットレディとしてチームの応援はもちろん、チャリティー活動やさまざまな PR 活動をさせていただいた中で、キグナス石油のお客様への思い、環境への取り組みなどを知り、数々の場面でキグナス石油のファンになりました。私がファンになったように、皆様にもキグナス石油を知っていただき、ファンになっていただけますよう、架け橋として昨年以上の気合で頑張りたいと思います。今年のキグナス石油のテーマは、ワードアズワンです。皆様ぜひ私たちと一体となってチームの応援をよろしくお願いいたします。では大山さんお願いいたします。2011年スノコイメージガールの大山美穂です。私も2010年に引き続きまして本年度もスノコイメージガールを務めさせていただきます。私は昨年スノコイメージガールとしてたくさんのサーキット会場や各イベントに参加させていただきました。1年間を通してスノコそしてチームの魅力に触れとてもやりがいを感じていました。そんな中今年もイメージガールを続投させていただけるという報告を受けまして本当に嬉しく思いました。今年は昨年以上にバージョンアップしてより多くの方にスノコの魅力を伝えていけるようなそんなイメージガールになりたいと思っております。精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではこれよりフォトセッションのお時間とさせていただきます。いかがでしょうか。皆様よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ではフォトセッションは以上とさせていただきます。それではこれをもちまして2011年全日本選手権フォーミュラ日本参戦記者会見を終了とさせていただきます。